り秋になった飲んだくれです。今日は2021年の10月の18日でして、いや本当ね、5日くらい前まではまだ夏だな、暑いなって、本当に25度、6度あったのが急にカクンってね、気温下がりましたからね。今日だって最高気温20度いくかどうかってとこなんですよ。で、ここ東京の駅前です。新しい服を作って、で、着るならね、丸の内とかそういうね、銀座とかそういうとこで着る、それこそね、この文化的なね、挑戦革命って思ってましてね。でね、今日平日なんでね、銀座行っても歩行者天国やってないしね、ゴミゴミしてるってんで、まあ、ここ東京駅で、そこからずっとね、丸の内の中通り行ってやろうと思うんですよ。あの丸の内の中通りってなかなか洒落てますからね。で、このね、東京駅前のこの歩道ね、いや、JR のなんか敷地だって言うんですよね。いや、知らなかったですね。だ、普通に歩道ですからね。でね、まあ警備員が行ってくるわけですよ。なんかこれでなんか商用の撮影とかそういうんだったら、なんか後で JR の方からお尋ねがあるかもしれませんよって、まあね、にこやかにね、丁寧に接してきてくれたんで、ね、まあそれはそれでいいんですがね。いやー、ほんとね、何を言ってやがるですよね。だって、東京駅のレンガ一つ一つ、もともと国民の財産ですからね。だって、もともとが日本国有鉄道って言ってね、日本国民全体のものだったんですからね。それをまあね、本当に JR のね、デタラメな JR じゃないか、国鉄のね、経営の失敗で分割民営化されて、こうやってね、民営企業になったってわけね。もともとね、やつらが悪いんですよね、やつらの経営の失敗をね。で、結局民営化になっちゃってね、で、ここは俺たちのなんかこういった営利のためにやってんだから、うんたらかんたらって、まあずうずうしいですね。そういったことにね、なったっていう反省がないですね。本当にね、ダメだね。本当に営利企業なんか全員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 でね、まあ、電車もね、片っ端からね、クロスシートやめてロングシートばっかりにしてね、本当にね、 JR 東日本というのは銭逃げ場ですわな。で、これに関してなんかね、こう東日本、 JR 東日本から行ってきたらね、まあそれはそれで全部ね、動画に出してやろうと思いますよね。大企業がね、このね、この一人のね、この民間人の表現者を圧迫するっていうね、まあ、そういうのもいいでネタになりますからね。まあ、本当ね、そういったこと言ったら鉄道系の YouTuber どうなのかっていう話なんですよね。もしかして利罪払ってんですからね、どうなんでしょうね。でもみんながみんな収益化してるわけじゃないんですからね。本当にね、大企業っていうのはいけずらずらしいですな。まあ毒はこれくらいにして、ではね、これからちょっとね、この丸の内の中通りを行ってみましょう。ここの広場はね、なかなかにロケーションがいいんでね、写真映えがするんで、よくね、結婚式の写真を撮ってるっていうね、ところも多いんですよ。こっちがね、中通りからね、なんかそういったちょっとね、うん、ここはニューヨークかパリかみたいな、まあ行ったことないですけど、印象的にはそんな街路なんですよ。ここら辺もね、またね、撮影うるさいんですよね。三脚立って撮ってるね、ここの警備員に注意されるんですよ。まあ、ここはね、JR じゃなくて三菱地所の土地だってんですよ。歩道に見えるんですがね、あっちのね、車道はね、完全に公道なんで問題ないんですかね。車が来なきゃね、もうこの真ん中でね、このボート突っ立ってね、のんびりしたって全然構えはしませんからね。こっち側は本当ね、こうやっていい感じの路上のテラスになってるんですよ。銀座よりも静かで落ち着いてるかもしれませんね。まあ銀座はね、ちょっと賑やかすぎますからね。ウイルス騒動以前はね、もっと賑やかでしたからね。中国人がわんさと押しかけてきて、本当にね、本当にあの人たちは元気いいですからね、賑やかすぎましたからね。歩行者天国っていうかね、そういうのが全部連続してるわけじゃない、ところどころね、途切れて車が通るんで、それはね、ちょっと注意しないといけませんね。いや、本当こっちは街並み洒落てますよ。こういうとこちょっと日本っぽくなってね、なんかヨーロッパ、アメリカみたいでかっこいいですよね。なんか妙なもんがありますね。ラグビーの選手がこうやってベンチにトライしようとしてますがね、あー、リーチマイケルっていう選手の銅像なんですかね。私はスポーツ全くわかんないんで、まあとにかくすごい人なんでしょうかね。ここでマクドナルドのね、あのドナルドの人形と同じようにね、写真が撮れるってわけなんですかね。あ、でもさっき言ったように、ここね、また三菱地所のうんたらかんたらでね、あんまり大げさにこう三脚立ってやってるとうっさいのかもしれませんね。ここは歩道はね、三菱地所のね、この私有地の部分だったり出なかったりはちょっとね、土地の権利がややこしくてね、だから下手に大げさな撮り方してると警備員がちょっとちょっとって来るんですが、でも街並みはね、本当にいいですからね。だからね、この
デートの際に恋人の写真をねパシャパシャ撮るみたいな感じでね撮影してればまあ別に構やしないでしょうね。それはそんなのね普通のデートで誰でもやることですからね。写真好きの彼氏だったらね、彼女がね別にエミリアの格好をしてよくねどうでもいいんですかね。そんな服どんな服着るなんてねそいつの自由なんですからね。それでどうやったっていう方がね頭おかしいですからね。日本にはね表現の自由とかねそういった個人決定の自由っていうのがあるんですからね。まあ本当私がね警備員に辛く当たるっていうのはね中の人だったことありますからね。警備員のねあの程度4日間の研修ざっとやっただけで法律とか権利とかに関わるような仕事ちょっとせめてもっとね1月とかがっちり教育すべきなんじゃねえかなとか思いますけどね。外国人でもやれるんですからね。コーヒー付きで1150円、こっちなんか1600円、1300円、まあ今んとこ私には縁がないな。いやここら辺はなかなかね気合いが入ってますね。この建物はね、昔のいい感じですよ。それにしても喉乾いてしょうがねえなさっきから。コンビニはね結構ここら辺あるって話なんですよ。ただ私スマホ持ってないんでね、だからそれでパパッとね検索してってわけにはいかないんでね、どっか本当にコンビニないもんかね、まあ、こういうところでねコンビニはありがたいですよ。喫茶店どこも高いですからね。コンビニはねまあ定価って言ってもそんな喫茶店よりはまあ安いですからね。まあ、ここからまた歩行者天国か。平日の昼間にやってるっていうのはなかなか粋ですね。緊急事態宣言とやらでね東京の歩行者天国はやってないところもあったんですけどね、まあ、今そういうの何もなくなりましたからね、とりあえずはもう再開してるんで助かるんですが、といってもね平日こうやってるっていうのはあれですよね。路上のテラスはもう撤収してますね。ぼちぼちここも車が通るってことでしょうか。それにしてもね表通りにコンビニとかファーストフードの店そういうのって全然見当たらないですね。本当に高そうなね飲食店とかブランドショップはあるんですがね、ここのビルの中に入ってますねマクド。こんなビルの中にマクドナルドがあるとはね、まあちょっと買ってきました。でここマクドだけじゃなくてねローソンもあるようなんですよね。ちょっと行ってみましょう。どこにあるんだろうね。まさか地下にねこういった普通の飲食店街があるとはね。しかしローソンはどこだ。ほんとこれは迷宮だね。値段はどうなんでしょうね。まあそれなりにしますね。あこんなもんでしょうな。定劇地下街っていうとこれ地下道でいろんなビルがくっついてるのかな。今ここでこう行くとローソンがあるのか。ってことは戻って次の角を右だな。ほんと迷宮だねこりゃ。楽屋入り口帝国劇場の下か。ほんとさっぱりわからんな。マッサージショップもあるのか。ここがそうかな。あ、ここはそうだな。ちょっとね、飲み物をね、プラスしていきましょう。エレベーターが無数にあるしね、店はいっぱいあるし、ここからまた下に行けるし、いや、もうダンジョンだな、こりゃ。どっから来たの？あそこから来たんだ。ここはここだけでも探検のしがいがあるね。東京アスリート食堂。なんかすごい精のつきそうな、体力になりそうな。なんだろう、これ弁当か。タンパク質
なるほど。するとこのビルはさっき帝国劇場の地下の楽屋があったってことはちょうど帝国劇場の裏手なんですね。喉渇いたんでコーラの氷なしで頼んだんですがちょっとこぼれてますね。ちょっと雑にやりすぎましたね。まあいいでしょう、別にこれなら飲めますからね。しかしこういったね店で調合するコーラって缶とかで飲むよりうまいですね。丸の内の中通りっていうのは通り景色っていうか景観整ってますね。地上通か表通りはね、ひょいっと買い物してねこう楽しむっていうそういう店を全部ビルの地下に押し込んじゃって、でこの表通りをきれいにするっていう、なんかねそれはそれで見た目はいいんですがね、そういう人の息吹を感じさせる雑然としたごちゃっとしたものをこう見苦しいからって人の目のつかないところに押し込んじゃうっていうのはね、なんかねこの清潔第一のねファシズム的なちょっと薄気味悪さを感じますね。全て清潔安全っていうもので塗りつぶしてね、それに反するものは許さないっていうね、これちょっとなんかねジャリジャリ神経に引っかかりますね。なんかまやかしの美しさ清潔さって感じがしてね、まあ、そこまで感じすぎる方が、まあ、感じすぎかもしれませんけどね、ちょっとね若干私の神経には引っかかりますね。